く電気つけて早く。ちょっと待って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 めっちゃ怖い。今ここで編集してたんですけど、一人で。今ホテルにいまして、ホテルにいまして編集してたんだけど、いきなりバッグが落ちたんだけど。え？ちょっと待って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 、怖い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 。めっちゃ怖いんだけど。ちょっと待って、一旦出よう。あ、鍵持たないと。鍵持たないと。とりあえずね。うわ、なんかめっちゃ鏡映すのも怖い。ちょっと一旦出ます。マネージャー呼びます。無理。怖すぎ。まあ、同じホテルにはいるんで、っていうか隣なんで。ガチ、結構ガチだね。ちょっと一旦今、マネージャー呼んで今カメラマンやってもらったんですけど、ちょっと話しますと、ちょっとさっきも焦って言ったかもしれないんですけど、ここにこのリュックがこうあったの。で、俺そこで編集してたの、そのパソコンでね。パソコンで、そのちょうどパソコンで。それが、なんか目に入ったなと思ってパッて見たら、こうやって落ちてったの。わかる？こうじゃないよ。このままこっちが滑って、こうなったわけじゃないよ。これが、上が明らかにこう落ちてったの。こう。そんなことあると思って。マジ怖と思って。そして、パンっていう音がやばいの。この部屋。お風呂場からなのか廊下なのかわかんないけど、編集してて、イヤホンして編集してんだけど、それでも全然聞こえるくらいで、パンって音。この部屋やばいぞ。待って、この部屋、調べて、大島テルっていうやつあるじゃん。物件調べられるやつ。事故物件だったら、その炎のマークがついてるんですけど、ちょっと調べよ。一旦調べよ。来ていいよ。さあ、行くぞ！はい。出ました、検証結果。検証結果っていうか、今、大島テルっていうサイトで、事故物件かどうか調べたんですけど、まあ、結果的に言うと、ここの建物、このホテル自体の建物は、ぶこじ。ぶこ実験って何？いや、事故物件では、なかった。いや、待って、笑ってる場合じゃないんだよ、本当に。ここの建物自体は、事故物件では、なかったです。こっからなんだけど、これの、ちょうど裏。裏の建物ですね。もう、だから、こっち側。そう、そのカーテン開けたら見えるんだけど、マンションが。マンションなのかな？マンションなのか、その、高い建物があるんですけど、事故物件のマークがついてるんですよ。で、内容が、屋上からの転落死。やばくない？え、マジでやばくない？繋がったよね。もう全てが繋がったよね。見せれないけど、すぐそこなの。検証しましょう。何を？いや、本当にお化けかどうかを。無理し、それはないよ。検証できてた？今、こうなって、これが落ちて、廊下からもういろんなとこからバーン出て、もうこれが検証結果だから、やめた方がいい。本当に危険。本当に危険。男なら、行きましょう。今まで言ってなかったんだけど、実は俺女なの。ガチ。これ本当知らなかったなら、今、本当初めて言うから、なんか申し訳ないし、視聴者さんももし男だと思ってる人がいたら、すげえ申し訳ないなと思うんだけど、今言います。女です。女なんで、男ならとかは、僕には通用しないですね。それで言うと、嫌だ。ここが僕のアナザースカイ。はい、ということで、見たまんまなんですけど、結局やることになってるんじゃ、まだ切ん、おいまだ切んなよ。ちょ、めっちゃびっくりした。お化け系は嫌いではないんですよ。どちらかというと好き。心霊スポットとかも結構行きたい派なんですけど、けどやっぱ実際起きると超怖い。真っ暗なんで、この iPhone のやつ、ここに置いて、その光だけで、ここに5分間、約5分間ちょっと言おうと思います。タイマーで5分セットします。テストです。消してください。暗っ。あれ明るいやんって思ってるかもしれないけど、めっちゃ暗いよ。あ、ほら、怖っ。一旦つけて。5分開始します。はい、消して !OK です。じゃあ、ここに置いて。あ、怖っ！あ、やば！あ、やば。あ、すげえ後ろ気になる。本当に怖いぞ。動けない、もう。無理だ。何？水出てた？水出てた？ちょっと待って。
が出てんのよ、わかる？で、この鏡もやばくない？いや、めっちゃ怖いんだけど。うわ、びっくりした。やば。やば。ちょっと電気つけて。早く電気つけて。早く。